今日は2月の12日夜です。ふうさん何やってんの？イングリッシュマフィン。おお、2次発酵終わったの？2次発酵が終わったから、これで弱い火で一応7分。ちょっと蓋開けてみてよ。向かい見せて。わー、ぷわんとしてて美味しそうだね。これから何をするの？いや、焼くのよ。これをまま焼いちゃうんだ。うん、フライパン。そう、ここに水入れたりはしないの？そう、弱い火で7分焼くんだけど、うん、今ここタイマーしたから今、うんうん、まあ、とりあえず弱い火で7分。弱火で一応7分。お楽しみ。もうタイマーしてるから。7分だったらまた会いましょう。はい、なの？そうよ。はい、でも弱い火でしてるから一応。イングリッシュマフィン。そう、焼きます。あ、ちょっと隣とくっついちゃうという。ちょっと待って、焼き具合どうかな。焼き具合どうかな。あ、まだみたいだね。弱すぎたのかな。ちょっと弱すぎるらしい。まだふうさん頑張っています。全然ダメだ。もうちょっと、あ、もうくっついちゃった。対応中です。ダメだ。焼けてる焼けてるって言ってます。くっついちゃったけど。4つできた。できた。おう、おできた。おう、おう、できた。できたそうです。おお、焼けてる焼けてる焼けてる。うん、これ、これ切れば切れば面白いじゃない。あ、半分切る。うん、まあ、で、これで明日1、2、3、4つコロッケバーガー。コロッケバーガーできます。大成功。大成功だよ、これちょっと。大成功です。前回6に今日、今回ちょっとビッグサイズになっちゃった。ビッグサイズの、なんだっけ、マフィン。イングリッシュマフィン。イングリッシュマフィンです。そう、ふわ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 。切ってみて。うん、しっかりすぎる。すぎる。熱い熱い。過ぎてちょっと無理。おお、お、綺麗。なんかあのイーストのいい匂いがする。お、裏もこんな感じ。うん、順調にできてると思う。うん、あ、ね、あ、湯気曇る曇る湯気で。いい感じで。これどう？ここんとこ大丈夫なの？え？ここんとこ、ここんとこ。なんで？ここんとこ、ここんとこ、ここんとこ。ちょっと大丈夫、大丈夫。大丈夫？うん。食べるのが楽しみです。ふうさんのフライパンで焼くイングリッシュマフィンです。ふうさん何やってるの？もう冷めたから、これね、明日カピカピしちゃうから、うん、袋にしまうんだ。しまうな。何グラム？121。1個121グラム。おお。124。うん、116。まあまあじゃない。まあまあだね。うん、いい香り。いい香り、楽しみ。え、どこに使ったくない？いや、もう別に明日食べるから。どこに？うん、明日の朝サンドイッチにする。うん、明日のサンドイッチ、明日の健康維持の自転車活動準備できました。楽しみ。玉の自転車です。